ええ、そうです。僕、さっぱりわけがわかりません。なんだか夢を見ているようです。小林くんには、そうして明治探偵と話しているうちに、この事件の不思議さが、だんだんはっきりわかってきました。もう魔法をけなす元気もありません。小林くん自身が、得体の知れない魔法にかかっているような気持ちでした。小林くん、思い出してごらん。その自動車の中でね、君は、二人のインド人の首筋を見なかったかね。向こうを向いている運転手と助手の首筋を見なかったかね。探偵が、また妙なことを尋ねました。首筋って、ここのところですか？小林くんは、自分の耳の後ろを押さえてみせました。そうだよ、その辺の皮膚の色を見なかったかね。さあ、僕、それは気がつきませんでした。ああ、そうそう、二人とも鳥打ち棒をひどく阿弥陀にかぶっていて、耳の後ろなんかちっとも見えませんでした。うまい、うまい、君はなかなかよく注意していたね。それでいいんだよ。さあ、次は第四の疑問だ。それはね、犯人は緑ちゃんをなぜ殺さなかったか、ということだよ。え、なんですって、奴らは無論殺すつもりだったのですよ。僕まで一緒に溺れさせてしまうつもりだったのですよ。ところが、そうじゃなかったのさ。探偵は、また意味ありげにニコニコと笑ってみせました。よく考えてごらん。インド人たちはコックを縛ったけれど、主人の春樹さんに対しては何の用意もしなかったじゃないか。春樹さんは外出していて、いつ帰るかわからないのだよ。そして、帰ってくればコックの報告を聞いて、地下室の君たちを、助け出すかもしれないのだよ。もし助け出されたら、せっかくの苦心が水の泡じゃないか。それをまるで気にもしないで、緑ちゃんの最後も見届けないで、逃げ出してしまうなんて、あの執念深さと比べて考えてみると、おかしいほど大きな手落ちじゃないか。縁に、こうして、君も緑ちゃんも助かっているんだからね。インド人たちは何のために、あれだけの苦労をしたのか。まるでわけがわからなくなるじゃないか。小林くん、わかるかね？この意味が。犯人はね、緑ちゃんを殺す気なんて、少しもありゃしなかったのだよ。ははは、面白いじゃないか。みんなお芝居だったのだよ。探偵はまた、さも愉快らしく笑い出しましたが、小林くんには、その意味が少しもわからないのです。一体全体先生は何を考えていらっしゃるのだろう。それを思うと、なんだか怖くなるようでした。さあ、小林くん、この4つの疑問を解いてごらん。これを4つとも間違いなく解いてしまえば、今度の事件の秘密がわかるのだよ。僕もそれを完全に解いたわけじゃない。これから確かめてみなければならないことが、いろいろあるんだよ。しかし、僕には今、この事件の裏に隠れて、クスクス笑っているお化けの正体が、ぼんやり見えているんだよ。僕は、こんなに、ニコニコしているけれど、本当はそのお化けの正体に、ぎょっとしているんだ。もし、僕の想像が当たっていたらと思うと、油汗がにじみ出すほど怖いのだよ。明治探偵は、非常に真面目な顔になって、声さえ低くして、さも恐ろしそうに言うのでした。その顔を見ますと、小林くんはぞーっと背筋が寒くなってきました。なんだかそのお化けが、後ろからバーっと言って、飛び出してくるような気さえするのです。ところでね、小林くん、もう一つ思い出してもらいたいことがあるんだが、君はさっき、春樹さんの顔をよく見たと言ったね。その時、もしや君は、探偵はそこまで言うと、いきなり小林くんの耳に口を寄せて、
何事かひそひそとささやきました。え、何ですって。それを聞くと、小林少年の顔が真っ青になってしまいました。まさか、まさか、そんなことが、小林くんは本当にお化けでも見たように、そのお化けが襲いかかってくるのを防ぎでもするように、両手を前に広げて、後じ去りをしました。いや、そんなに怖がらなくってもいい。これは、僕の気のせいかもしれないのだよ。ただね、今挙げた4つの疑問をよく考えてみるとね。みんなその一点を指さしているように思えるのだよ。だが、確かめてみるまでは、何とも言えない。僕は今日のうちに、一度、春樹さんと会ってみるつもりだよ。春樹さんの電話は何番だったかしら。それから、明智探偵は電話帳を調べて、春樹氏に電話をかけるのでした。読者諸君、名探偵が小林くんの耳に囁いた言葉は、一体、どんな事柄だったのでしょう。それを聞いた小林くんは、なぜ、あれほどの恐怖を示したのでしょう。明智探偵は、四つの疑問を解いていけば、自然その恐ろしい結論に達するのだと言いました。諸君は、試みにその謎を解いてご覧なさるのも一興でしょう。しかし、今度の謎は、随分複雑ですし、その答えがあまりに意外なので、そんなにやすやすとは解けないだろうと思います。次の章はその謎の解けていく場面です。そして、ゾッとするようなお化けが、正体を表す場面です。逆さの首、明智探偵は、二人のインド人に部屋を貸していた洋館の主人春樹氏に、一度会っていろいろ聞いてみたいというので、早速同氏に電話をかけて、都合を尋ねますと、昼間は少し差し支えがあるから、夜7時頃おいでくださいという返事でした。探偵は電話の約束を済ませますと、すぐさま事務所を出かけました。春樹氏に会うまでに、他にいろいろ調べておきたいことがあるからということでした。小林少年は、ぜひ、一緒に連れて行ってください、と頼みましたが、君は、まだ疲れが治っていないだろうからと、留守番を命じられてしまいました。それから明智探偵が、どこへ行って、何をしたか、それは間もなく読者諸君にわかる時が来ますから、ここには記しません。その夜の7時に、探偵が春樹氏の洋館を訪ねたところから、お話を続けましょう。青年紳士春樹氏は、自分で玄関へで迎えて、明智探偵の顔を見ますと、ニコニコと、さも嬉しそうにしながら、よくおいでくださいました。ご高名は、かねて伺っております。いつか一度お目にかかってお話を受けたまわりたいものだと存じておりましたが、わざわざお尋ねくださるなんて、こんなに嬉しいことはありません。さあ、どうか、と、2階の立派な応接室に案内しました。二人は、テーブルを挟んで、椅子にかけましたが、初対面の挨拶をしているところへ、30歳ぐらいの白い爪襟の上着を着た召使が、紅茶を運んできました。私は、妻を亡くしまして、一人ぼっちなんです。家族といっては、このコックと二人きりで、家が広すぎるものですから、あんなインド人なんかに部屋を貸したりして、とんだ目に遭いました。でも、確かな紹介状を持ってきたものですから、つい信用してしまいましてね。春樹氏は、立ち去るコックの後ろ姿を、目で追いながら、言い訳するように言うのでした。それをきっかけに、明智探偵はいよいよ要件に入りました。実は、あの夜のことを、あなたご自身のお口から、よく伺いたいと思って、やってきたのですが、どうも、腑に落ちないのは、二人
人のインド人がわずかの間に消え失せてしまったことです。もうご承知でしょうが、子供たちが無邪気な探偵団を作っていましてね。あの晩、中村係長たちがここへ駆けつける20分ほど前に、その子供たちが、どの部屋ですか？ここの2階に2人のインド人がいることを、ちゃんと確かめておいたのです。それが、警官たちよりも早くあなたがお帰りになった時に、もう、家の中にいなくなっていたというのは、実に不思議じゃありませんか？その間中、6人の子供たちが、お宅の周りに、厳重な見張りを続けていたのです。表門はもちろん、裏門からでも、あるいは塀を乗り越えてでも、インド人が逃げ出したとすれば、子供たちの目を逃れることはできなかったはずです。すると、春樹氏はうなずいて、ええ、私も、その点が、実に不思議で仕方がないのです。あいつらは、何か我々には想像もできない、妖術のようなものでも心得ていたのではないでしょうか。と、いかにも、気味悪そうな表情をしてみせました。ところが、もう一つ、妙なことがあるのですよ。あなたがお帰りになったのは、子供たちがインド人がいることを確かめてから、警官が来るまでの間でしたね。すると、その時はもう、子供たちは、ちゃんと見張りの部署についていたはずなのですが、あなたは、無論表門からお入りになったのでしょうね。ええ、表門から入りました。その時、表門には、二人の子供が番をしていたのですよ。その子供たちをご覧になりましたか？門中のところに番兵のように立っていたっていうのですが。ほう、そうですか？私はちっとも気がつきませんでしたよ。ちょうどその時、子供たちが脇へ行っていたのかもしれませんね。厳重な見張りといったところで、何しろ年はもいかない小学生のことですから、当てにはなりませんでしょう。ところが、子供というものは馬鹿になりませんよ。何かに一心になると、大人のように、他のことは考えませんからね。僕はこういう場合には、大人よりも子供の方が信用がおけると思います。僕は今日、ここへお尋ねする前に、いろいろな用件を済ませてきたのですが、その門番を務めた子供に会ってみるのも、用件の一つでした。そして、よく聞き正してみますと、その子供は、決して持ち場を離れなかったし、脇見さえしなかったと言い張るのです。子供は、嘘をつきませんからね。え、その子供は、私の姿を見たと言いましたか？いいえ、見なかったというのです。門を入った者も、出た者も、一人もなかったと断言するのです。明智探偵は、そう言って、じっと春樹氏の美しい顔を見つめました。おやおや、すると、私までがなんだか魔法でも使ったようですね。これは面白い、ははは、春樹氏はなんとなく、ぎこちない笑い方をしました。ははは、明智探偵も、さもおかしそうに、声をそろえて笑いましたが、その声には、何か鋭いトゲのようなものが含まれていました。にを引き去って、にを加える。え、この意味がおわかりですか？すると、もともと通りになりますね。簡単な引き算と足し算です。探偵は何か謎のようなことを言ったまま、また別の話に移りました。ところで、僕は今日、妖言寺の墓地と篠崎家の裏庭で、面白いものを発見しましたよ。なんだと思います。その間をつなぐ狭い地下の抜け穴なんですよ。妖言寺と篠崎家とは、町名が違っているし、表門はひどく離れていますが、
裏では10メートルほどの空き地を隔てて、まるでくっついていると言ってもいいのです。インド人のやつは、この、ちょっと考えると非常に遠いという、人間の思い違いを利用したのですよ。そして、そこにわけもなく地下道を作って、あの煙のように消え失せるという魔法を使ってみせたのです。楊源氏の墓地には、古い石塔の台石を持ち上げると、その下にぽっかり地下道の入り口が開いていましたし、篠崎さんの庭の方は、穴の上に厚い板を乗せて、その板の上に一面に草の生えた土が置いてありました。ちょっと見たのでは、他の地面と少しも違いがないのです。穴のある近所は、いろいろな木が茂っていて、薄暗いのですからね。なんとうまいカムフラージュじゃありませんか。インド人は、墓地の中で消え失せた時には、この地下道から篠崎家へ逃げ込み、篠崎家の宝石を盗んだ時には、やっぱり、この道を通って、楊源氏の方へ抜けてしまったのです。その両方の地面は、表側は、まるで違う町なんですからね。わかりっこありませんよ。ははは、これがインド人の魔術の種明かしです。聞いているうちに、春樹氏の顔に、非常な驚きの色が浮かんできました。でも、強いてそれを押し隠すようにして、しかし、宝石を盗むだけのために、どうしてそんな手数のかかる仕掛けをしたんでしょうね。もっと手軽な手段がありそうなものじゃありませんか。と、なじるように、聞き返しました。そうです。おっしゃる通り族は、無駄な手数をかけているのです。しかし、無駄といえば、他にもっともっと大きな無駄があるのですよ。春樹さん、そこがこの事件の奇妙な点です。また、実に面白い点なのです。明智探偵が、それを説明するのが惜しいというように、言葉を切って、相手の顔を眺めました。もっと大きな無駄と言いますと、それはね、インド人が真っ裸になって、隅田川を泳いでみせたり、東京中の町々をうろついてみせたりして、世間を騒がせたことですよ。それからまた、篠崎さんのお嬢ちゃんと同じ年頃の子供を、二度も、わざと間違えてさらったことですよ。一体何のために、そんな無駄なことをやってみせたのでしょう。春樹さん、あなたはどうお考えになります。さあ、私にはわかりませんね。春樹氏は青ざめた顔で、少しそわそわしながら答えました。お分かりになりませんか？じゃ、僕の考えを申しましょう。それはね、賊は広告をしたかったのですよ。私は、こんな真っ黒なインド人ですよ。私は篠崎家のお嬢ちゃんをさらおうとしていますよ。と、世間に向かって、いや世間というよりも、篠崎のご主人に向かって、これでもかこれでもかと、告げ知らせたかったのです。そして、篠崎さんが、さては、インド人が本国から、呪いの宝石を取り戻しにやってきたんだなと、信じ込むように仕向けたのです。なぜでしょう、なぜそんな、バカバカしい広告をしたのでしょう。もし、本当のインド人が、復讐のためにやってきたのなら、広告するどころか、できるだけ姿を見られないように、世間に知られないように骨を折るはずじゃありませんか。つまり、まるであべこべなのです。すると、その答えは、やっぱりあべこべでなければなりません。あべこべと言いますと、春樹氏が、びっくりしたように聞き返しました。ちょうどその時でした。二人の会話の中のあべこべという言葉が、そのまま形となって、部屋の一方の窓の外に現れたではありませんか。ガラス窓の一番上の隅に、ひょいと人間の顔が現れたのです。
それが、まるで空からぶら下がったように、真っ逆さまなのです。つまり、あべこべなのです。その男は、ガラス窓の外の闇の中から、髪の毛をだらんと下に垂らし、真っ赤にのぼせた顔で、逆さまの目で、部屋の中の様子をじろじろと眺めています。一体どうして、人の顔が、空から下がってきたりしたのでしょう。実に、不思議ではありませんか。いや、それよりも妙なのは、春樹氏がそのガラスの外の逆さまの顔を見ても、少しも驚かなかったことです。その顔に何か目くばせのようなことをしました。すると、逆さまの顔は、それに応えるように合図のまばたきをして、そのまま空の方へスーッと消えてしまいました。一体あれは何者でしょう。なんだか、つい最前見たばかりのような顔です。ああ、そうです、そうです。他でもない春樹氏の雇っているコックなのです。さっき紅茶を運んできた召使いなのです。それにしても、なんというへんてこなことでしょう。コックが家の外の空中からぶら下がってきて、窓を覗くなんて、話に聞いたこともないではありませんか。でも、その窓は、ちょうど明治探偵の真後ろにあったものですから、探偵はそんな奇妙な人の顔が現れたことなど少しも知りませんでした。皆さん、なんだか気がかりではありませんか。明治探偵は大丈夫なのでしょうか。もしやこの家には、何か恐ろしい陰謀が企まれているのではないでしょうか。屋上の怪人、明治探偵は何も知らずに話し続けました。あべこべと言いますのはね、この事件の犯人は、彼が見せかけようとしたり、報告したりしたのとは、まるで反対なものではないかということです。つまり、犯人は黒いインド人ではなくて、その反対の白い日本人であった。篠崎さんのお嬢ちゃんをさらったのも、いかにも宝石につきまとう呪いのように見せかける手段で、決して命を取ろうなどという考えはなかったということです。それが証拠に、緑ちゃんも小林くんも、ちゃんと助かっているじゃありませんか。もし本当に殺すつもりだったら、あれほど苦心してさらっておきながら、最後も見届けないで、立ち去ってしまうわけがないのです。すべては世間の目を、別の方面にそらすための手段に過ぎなかったのですよ。それほどまでの苦労をしなければならなかったのを見ると、この犯人は、よほど世間に知れ渡っているやつに違いありません。ね、そうじゃありませんか？絵は、あなたは、犯人はインド人じゃないとおっしゃるのですか？春樹氏が、妙にしわがれた声で尋ねました。そうです。犯人は日本人に違いないと思うのです。探偵は微笑を浮かべながら、じっと春樹氏を見つめました。絵も、確かにインド人がいたじゃありませんか？私が部屋を貸したことは、仮に信用していただけないとしても、ここの2階にいたのを子供たちが見たということですし、聞けば、小林くんとお嬢ちゃんとが乗った車の運転手と助手が、いつの間にかクロンボーに変わっていて、二人はそれを確かに見たと言っていましたが、ははは、春樹さん、それがみんな嘘だったとしたら、どうでしょう。小林くんの言うところによりますと、最初あの自動車に乗った時、助手席にいたのは、確かに篠崎さんの秘書の今井くんだったそうです。それがどうして、突然クロンボーに変わったのでしょう。いや、そればかりではありません。ちょうどその頃、本物の今井くんは、妖言寺の境内に、手足を縛られて転がっていたのですよ。一人の今井くんが、同時に二箇所に現れるなんて、全く不可能なことじゃありませんか？春樹さん、
この点を僕は、実に面白く思うのです。今度の事件の謎を解く、一番大切な鍵が、ここにあると思うのですよ。それを聞くと、ハルキ氏はニヤニヤと妙な微笑を浮かべて、さも感心したように言うのでした。ああ、さすがは名探偵だ。あなたはそこまでお考えになっていたのですか？そして、その不思議は解けましたか？ええ、解けましたよ。本当ですか？本当ですとも。そして、二人はしばらくの間、黙り込んだまま、非常に真剣な表情になって、睨み合っていました。まるで、お互いの心の底を見透かそうとでもしているようです。説明してください。ハルキ氏は青ざめた顔に、いっぱい汗の玉を浮かべて、ため息をつくように言いました。自動車の中で、二人の者が、突然黒ん坊に変わったのは、子供騙しのような簡単な方法です。他でもありません。車が走っている間に、後ろの客席から見えないように、そっとうつむいて、用意の絵の具多分、すすのようなものでしょう。それで顔と手を、真っ黒に染めたのです。実にわけのない話です。変装のうちで、黒ん坊に化けるほど、たやすいことはありませんからね。僕は念のために、小林くんに、後ろから見える首筋のあたりの色はどうだったと尋ねてみましたが、そこは洋服の襟と取り打ちボートで、少しも皮膚が見えないように、用心深くかくしてあったということです。え、今井という秘書が、同時に二箇所に現れた謎は、ハルキ氏は、まるで果たし合いでもするような、恐ろしく力のこもった声で尋ねました。大変気がかりと見えますね。ははは、それは、犯人が今井くんを縛って、その服を着込み、顔まで今井くんに化けたと考える他に、方法はありません。しかし、犯人が今井くんとそっくりの顔になれるものでしょうか。ほとんど不可能なことです。でも広い日本に、たった一人だけ、その不可能なことのできる人物があります。それは、二重面相です。探偵は実に意外な名前を、ズバリと言って、じっと相手の目の中を覗き込みました。行き詰まるような睨み合いが、30秒ほども続きました。二重面相、とは誰でしょう。無論読者諸君はご存知のことと思います。二十歳の違った顔を持つと言われた、あの変装の大名人です。今は獄中に繋がれているはずの、期待の宝石泥棒です。おい、二重面相君、しばらくだったなぁ。明治探偵が、穏やかな調子で言って、ポンと春樹氏の肩を叩きました。な、何を言っているんです。私が、二重面相ですって。はは、しらばっくれたって、もうダメだよ。僕は今しがた、刑務所へ行って調べてきたんだ。そして、あそこにいるのは、偽者の二重面相だということがわかったのだ。君は、最前から、僕がなぜ、あんな話をくどくどとしていたと思うのだい。それはね、話をしながら、君の顔を読むためだったんだよ。つまり君を試験していたというわけさ。すると君は、僕の話が進むにつれて、だんだん青ざめてきた。そわそわしだした。見たまえ、いっぱい油汗が出ているじゃないか。それが何よりの自白というものだ。2を引いて2を足すと、もともと通りだったねえ。つまり、君と君のコックとが、今井くんと運転手に化けた上、少年探偵団の子供たちを騙すために、二人のインド人になって、妙なお祈りまでしてみせた。そのインド人が、そのまま、元の君とコックに戻ればよかったのだから。
いくら見張っていても、インド人も逃げ出さなければ、君も外から入ってこなかったというわけさ。もともと4人ではなくて、2人きりのお芝居だったんだからね。だが、二重面相が人殺しをしないという主義を変えないのは関心だ。無論君は最初から小林くんと緑ちゃんは、助けるつもりだったのだろうね。探偵が言い終わるか終わらぬに、部屋中に途方もない笑い声が響き渡りました。わははは、えらい、君はさすが明智小五郎だよ。よくそこまで考えたね。その骨折りに免じて白状してやろう。いかにも俺は、君の怖がっている二重面相だよ。だがねえ、明智くん、これは君の大失敗を、君自身で証拠立てたようなものなんだぜ。わかるかい、君はいつか、博物館で俺を逮捕したつもりで、大威張りだったねえ。世間も、やんやと喝采したっけねえ。ところが、あれはみんな嘘だったということになるじゃないか。え、探偵さん、君も飛んだやぶ蛇をしたもんだね。つまらない詮索立てをしないで、俺を見逃しておけば、君はいつまでも英雄でいられたんだぜ。それを、こんなことにしてしまっちゃ、君の名折れじゃないか。博物館で捕らえたのは、あれは二重面相でも何でもない、ただのヘッポコの野郎だったということを、世間に広告するようなもんじゃないか。ははは、愉快愉快、俺が一体、あんなヘマをする男だとでも思っているのかい。白ひげの博物館長さんが、実は怪盗二重面相だったなんて、いかにも明智先生好みの思いつきだ。つまり俺は、君の飛びつきそうなご馳走をこしらえて、お待ち申していたのさ。すると案の定、君は罠にかかってしまった。博物館長に化けていた俺の部下を、二重面相と思い込んでしまった。俺の方で、そう思い込ませるように仕向けたのさ。無理もないよ、俺には決まった顔というものがないんだからね。俺自身でさえ、本当の自分が、どんな顔なのか、忘れてしまったほどだからね。だが、博物館の前で、ちょこちょこと逃げ出して、子供たちに組み伏せられるなんて、二重面相ともあろうものが、あんなヘマをするとでも思っていたのかい。あれが二重面相の最後では、ちっとばかりかわいそうというもんだよ。二重面相は、まくし立てるように喋り続けて、またしても、割れるように笑うのでした。大変な勢いだね。だが、昔のことはともかくとして、結局、勝利は僕のものだったじゃないか。せっかくのインド人の大芝居も、とうとう見破られてしまったじゃないか。明智探偵は少しも騒がず、ニコニコと微笑しながら答えました。インド人の大芝居か、面白かったね。俺はね、篠崎氏があるところで、宝石の因縁話をしているのを、すっかり聞いてしまったんだよ。そして、むやみにあの宝石が欲しくなったのさ。そこで、宝石を手に入れた上、世間をあっと言わせてやろうと、あの大芝居を思いついたのだよ。インド人が犯人だとすれば、まさか二重面相を疑うやつはないからね。ただ宝石だけ盗んだのじゃ、何しろ金目のものだから、警察の捜索がうるさいのでね。ところで、君は俺をどうしようというのだい。たった一人で、二重面相の本拠へ飛び込んでくるなんて、少し無謀だったね。気の毒だけれど、帰り討ちだぜ。君をもうこの部屋から一歩だって出しゃあしないぜ。二重面相は、追い詰められたけだもののような、もの狂わしい軽装で、明智探偵につかみかからんばかりです。ははは、おい、二重面相くん。
僕が一人ぼっちかどうか、ちょっと後ろを向いてごらん。探偵の言葉に、二十面相はぎょっとして、くるっと、後ろの戸口の方を振り向きました。すると、ああ、これはどうでしょう。いつの間に忍び込んだのか、一杯に開かれたドアの外には、押し重なるようにして、五人の制服警官が、いかめしく立ちはだかっていました。畜生め、やりゃあがったな、二十面相は、不意を打たれて、よろよろとよろめきながら、さも悔しそうにわめきました。そして、いきなり、一方の窓の方へ駆け寄ります。おい、窓から飛び降りるなんて、つまらない考えはよした方がいいぜ。念のために言っておくがね、この家の周りは、50人の警官が取り囲んでいるんだよ。明智探偵が二の矢を放ちました。そうか、よく手が回ったなぁ。二十面相は窓を開いて、暗闇の地上を見下ろすような仕草をしましたが、またくるっとこちらを向いて。ところがねえ、たった一つ、君たちの手の届かない場所があるんだよ。これが俺の最後の切り札さ。どこだと思うね。それはね、こうさ。言い放ったかと思うと、二十面相の上半身が、ぐーっと窓の外へ乗り出し、そのままさっと闇の空間へ消え去ってしまいました。それはまるで機械仕掛けの人形が、カタンとひっくり返るような、目にも止まらぬ早業でした。二十面相は、一体何をしたのでしょう。窓の外へ飛び降りて、逃げ去るつもりだったのでしょうか。しかし、明智探偵は嘘を言ったのではありません。この洋館の周りは、本当に数十人の警官隊が取り巻いているのです。その囲みを切り抜けて、逃げ出すことなど思いも及びません。明智探偵は、二十面相の姿が窓の外に消えたのを見ると、急いでそこに駆け寄り、地上を見下ろしましたが、これは不思議。地上には全く人の姿がありません。闇夜とはいえ、開花の部屋の窓明かりで、庭がおぼろげに見えているのですが、その庭に、今飛び降りたばかりの二十面相の姿がないのです。おい、ここだ、ここだ。君はあべこべの理屈を忘れたのかい。俺は飛び降りたのでなくて、昇天しているんだぜ。悪魔の昇天さ、ははは、空中から響く二十面相の声に、ひょいと上を見た探偵は、あまりの意外さに、思わず、あっ、と声を立ててしまいました。ご覧なさい、二十面相はまるで軽業師のように、大屋根から下がった一本の綱を掴んで、スルスルと屋上へと登っていくではありませんか。本当に悪魔の昇天です。探偵には見えませんでしたけれど、大屋根の上には、白い上着を着た例のコックが、足を踏ん張って、屋根の頂上に結びつけた綱を、ぐんぐんと引き上げています。下からは手繰り登る力、上からは引き上げる力、その両方の力が加わって、二十面相はみるみる大屋根に登りつき、瓦の上に這い上がってしまいました。最前、窓からコックの顔が覗いたのは、綱の用意ができましたよという合図だったのです。彼は多分綱の端に体をくくりつけて、逆さまに窓の外へぶら下がったのでしょう。こうして、怪盗の姿は、またたくまに、明智探偵の目の中から消えてしまいましたが、しかし、屋根の上などへ逃げ上がって、一体どうしようというのでしょう。寂しい一軒家のことですから、周りは四方とも空き地で、街中のように屋根から屋根を伝わって逃げる手段もありません。それに、洋館全体が、おびただしい警官隊のために、取り巻かれているのです。
全く袋のネズミも同然ではありませんか。屋根の上には飲み水や食料があるわけでもないでしょうから、いつまでもそんな場所にいることはできません。雨でも降れば、二人は哀れな、濡れネズミです。どうしたんです。あいつは屋根へ逃げたんですか。入り口にいた五人の警官が、明智探偵のそばに駆け寄って、口々に尋ねました。そうですよ、実に馬鹿な真似をしたものです。我々はただ、この家を取り囲んで、じっと待っていてもいいのですよ。そのうちに、奴らは疲れ切って、降参してしまうでしょう。もう捕獲したも同じことです。探偵は、賊を憐れむようにつぶやきました。警官たちはすぐさま階下に駆け下り、門の外に待機している警官隊に、このことを伝えました。いや、教えられるまでもなく、警官隊の方でも、もうそれを気づいていました。命令一家、50人余りのおまわりさんが、表口裏口から門内になだれ込み、たちまち建物の四方に、ありも逃さぬエンジンを張ってしまいました。指揮官中村捜査係長の指図で、二人の警官がどこかへ走り去ったかと思うと、やがて五分も経たないうちに、付近の消防署から消防自動車が廷内に滑り込み、機械仕掛けの非常はしごが闇の大屋根めがけて、スルスルと伸び上がりました。そのはしごを、帽子の顎紐をかけ、靴を脱いで靴下ばかりになった警官が、次から次へとよじ登り、懐中電灯を振り照らしながら、屋根の上の大捕り物が始まりました。二重面相とコックとは、手をつなぐようにして、屋根の頂上近くに立ちはだかっていました。大屋根に這い上がった警官たちは、それを胴巻きにして、取り縄を握りしめ、油断なくじりじりと賊に迫っていきます。わははは、闇の大空に、キチガイのような高笑いが爆発しました。賊たちは、この気球の場合に、何を思ったのか、声を揃えて笑い出したのです。わははは、愉快愉快、実に素晴らしい景色だなぁ。一人、二人、三人、四人、五人、おう、登ってくる、登ってくる。おまわりさんで屋根がうずまりそうだ。続く、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。とても励みになります。